し尽くした神代の民の一派がおった。キャツらは恐るべき破壊力を持つ兵器で武装し、凶暴な倉庫と化したフィルフサを刺激し、我らオーレン族と長きにわたり戦い続けた。そしてキャツラはある日、我らに向け高らかに宣言した。ついに竜の風跡の秘密を解き明かしたとな。野放しにしてなるものかと挑んだ決戦の最中、キャツラは欲望と知識を結集した根拠地を丸ごと抱え、古竜を模して世界を超えたどこかへと去った。根拠地はキャツラの傲慢そのままの名を冠しておった。いわく全てを造する英知の神殿、勝利万象の大天、いかにも。あれはそなたらの語る夢物語ではない。神代の民の英知を結集した実在する神殿じゃ。崇める神を持たぬ分際で神殿を称するとは少子よな。あるいはキャツらにとって知識こそが神じゃったの。ネメドの遺跡でもおそらく戦争があったんだろう。こっちでもあっちでも迷惑かけてばかりの連中だな。知識にとらわれ周りなど眼中になかったのじゃろうな。それが錬金術師の歴史なんだね。お主ら今を生きる錬金術師にまで責任を背負わせる気は毛頭ないが、事実じゃ。ふん、知識が何だって言うんだ。要するに悪党の根城だろ。おお、小気味良いことを言う小僧じゃ。気に入ったぞ。誰が小僧だ。お前の方が小さいだろ。その万象の大天が何食わぬ顔をして私の前に現れたのかもしれないんですね。現物を見てみぬことには何とも言えぬがな。しかし未だにさえある行進をかどばかしておると、行進を取り込みさらなる繁栄に邁進しておるのか、貪欲に知識を求め続けておるのか。実もしかすると科学軍島のどこかにその神代の民が潜んで待ってるかもしれないんだ。ライザー大丈夫。でもそういうことならこれからの方針は決まりだね。アンペルさんとリラさんを連れて空剣島に帰ろう。もう一度あの島や宮殿を調べ直すんだ。帰る。あのカラさん、一つ尋ねたいことが。ああ、わらわの剣の。はい、実は尋ね人じゃない、尋ね獣みたいな。ふむ。1年ほど前どうしようもない事情でこのオーリムに一人ぼっちで返してしまった子がいるんです。返した？詳しく聞かせてもらえるかな。なんとそやつこそ風跡を解明せんとした神代の民に乱獲され、今は御山に去ったなだめの聖者。え？フィーがのだめのせい？
しかし危険なものよな。万象の大天に狙われた。なだめの姓を知る者が竜の風跡より現れた。カラさん、なだめの姓の庭という場所がある。少しそこまで付き合ってもらえんかな。